塩水。どうも、 OS-1 とお友達、ウイルス性胃腸炎のレイゲルンです。いやー、ちょっとね、こじらせてしまいました。僕やっぱり年末絶対にね、体調言わすんですよ、一回は。うん。で、あれやな、去年、一昨年もね、確かね、なったわ。クリスマスの翌日ぐらいに、胃腸炎。多分ストレスとかそういうのではなくて、多分本当に、ウイルス性なんでね、言うたら食中毒みたいな感じですね。いや、僕全然ね、普通やったんですよ。もう普通に仕事をしてて、で、その帰ってきてから、推し声優の生放送を見て、うわーっつって楽しんでてね、もう普通に過ごしてたわけ。で、お風呂入って、で、上がった瞬間、お風呂入って上がった瞬間から、なんかちょっと違和感だみたいな感じで、なんかちょっとお腹の調子がよろしくないなっていうのと、いきなり、おかんと、もう手の震え、痙攣、いやもうね、もう冗談抜きで、もうこんなんだったんですよ。おおみたいな。もう乗ってるとかじゃなくて、マジでこのぐらいの震え出てきて、なんぞってなって、まあよ、もうちょっともう明日も仕事やし、もう寝るかって思って、布団に着いたんですけど、全然寝れんくて、しんどくて、なんか気持ち悪いなってきて、なんか吐き気するわ、言うて、で、もうトイレ行ってね、いやもうすごい嘔吐の仕方しました。もうね、嘔吐とかはもう全然なくって、その一回きりでなくって、まあ、昨日ぐらいまで熱あったんですけども、今日には引いてて、徐々に回復傾向に、向かっていっております。なのでね、本当にね、ツイッターとかでもね、たくさんのこうリプライ、ご心配のお返事とかいただいて、本当にありがとうございます。なんかいろいろご心配をおかけいたしまして、なんとか大丈夫です。大事には至らなかったので、はい。何回も言うけど、ストレス性とかじゃないからね。そこは大丈夫。頑張りすぎとか言うわけでもないから。多分普通に、感染しちゃった系なんで。はい。そこは大丈夫です。はい。というわけでね、もうそんな胃腸炎の話ばっかりしててもあれなんで、まあ今日の動画の本題に入りたいと思うんですけども、今日はたまたまね、撮影日が、アゼリア公演の、CD、アメージングトラベル DNA の、CD 抽選の、結果発表日だと思いますので、ちょっと確認をしていきたいと。当たったかどうか、アゼリア公園仙台ね。今回珍しくまだメールを開けていないんですよね。はい、いつもやったらもう結果だけ報告する形になるんですけど、これさ、俺も正直ね、こんだけね、体調崩して、これでチケットももう外れてたら、もうさらにちょっとね、胃腸炎が悪化してしまう恐れがありますんで、ここはマジでもうちょっと頑張ってほしいですね、イープラさんには。13時52分にメールが来てますね。はい、じゃあちょっとこれを見ていきましょう。いや、ちょっと頼むで、マジで。えい、どっから見たらいい、どっから見たらいい。あ、ちょっと頭痛い。え、来た。あ、当たった。マジで。いやー、待って、いやー、もうこの画面やったらいけるかな。いやー、当たっちゃった。よっしゃ、来たー。でもほんまに、いやー、ちょっとね、もうほんま心配やったんすよ。シャロンとギルキスに比べたら、アゼのキャパがね、すっげえ少ないらしくて、まあ、会場的に。そう、だからかなりシビアなんちゃうか言われたんですけど、当たりました。いや、もうやっぱ神様って見てくれてるんやな。ほんまに。はい、というわけで、とりあえず1日目初日当たりましたんで、仙台行かさせていただきます。はーい、ということで仙台入りが決まりました。他の公演に関しましては、ギルキス公演は、ちょっとノーちゃんでございます。2月のギルキスはノーちゃん。ただシャロン公演、自分ワンチャンあって、もしかしたらですけど、福岡の方にも行かさせていただくかもしれません。またちょっと詳しい事情が分かり次第、また動画でお伝えさせていただくんですけどもね。はい、ということで、まあもうトントントンと、もう来年は本当に、なんだろうな、もうすごい頭にラブライブが詰まってますのでね、ライブが。なので、いや、マジで俺ほんま体調気ぃつけやなあかんねん。こんなんしてたあかんねん、ほんまに。なのでね、まあまあもうこれ反面教師ということでね、もう皆さんもぜひね、もう、
体調管理もお気をつけてください。もう本当に手洗いうがいもうめちゃくちゃ大事です。でね、やっぱりこうもうほんでな、ちょっともう一つだけ言わせてくれ。こうマジでもう大勢のとこ行くとき、例えばショッピングモールだったりとか、結構そういう遊ぶ施設とか行くとき、もうな、多分今の季節絶対にマスクして行った方がいい。俺はもうそれを怠ったからこうなった。なので皆さんもう本当にお気をつけください。はい、ということで、今回の動画こちらまでにさせていただきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。胃腸炎のレギャルンでした。ではでは。